いい。あ、初見でショートから来ました。ありがとうございます。もうさ、ショートから知ってくれた人めっちゃ多いんじゃない？今。ショートから知りましたって人がかなり多い気がする。ありがとうございます。どんぐらいいるんだろう。ね、初見の方増えたよね。私もショートから初見できました、だって。え、ありがとうございます。ロングからだ。ロングっていうの。ありがとうございます。ロングからも。登録してるのに PP のショートめっちゃ流れてくる。それ登録してるからでは。多分登録してる人の方がね、流れてくると思う。初見です。笑顔が素敵だったので、登録しました。ありがとうございます。すげ、何その、嬉しコメント。聞いた？でもね、僕、笑顔が素敵はね、めちゃくちゃ言われるの。会社でも言われるの。僕、だからそれがね、嬉しい。笑顔はめっちゃ言われて、なんかさ、チャットツールあるのね、会社に。会社にチャットツールがあるんだけど、それ僕、自分の笑顔のドアップにしてるのね。なんかもうこんな。もうなんならもう僕の、ツイッターのアイコンと、もう似たような感じの笑顔。あれを会社のチャットツールのアイコンにしてる。だからもう、笑顔がいいって褒められることは多いな。だからそれはね、ありがたいなって思ってるわ。いや、嬉しいね。でもね、さっき見た感じ、ショートから来ましたって人はかなり多かったから。いや、ありがたいっすね。ありがとうございます、本当。まあ、ショートに限らず、ロングからでも。ピピいつも笑うと困り眉になるけど、いつ実写でもそうなるの。いや、僕自分の顔をさ、笑った時の自分の顔特に見てないから分かんないや。でも多分そうなってるんでしょう、きっと。会社でのアイコン自分の顔にして、あ、そう、会社でのアイコン自分の顔にしてたね。それは別に普通に朗らかに笑ってたよ。自分で言うのもなんだけど自分で言うのもなんだけど、別に困り眉じゃない、朗らかに笑ってたよ。ちなみにその時、スラックっていうね、チャットツールを使ってたんだけど、後で会社の人に聞いたら、退職してから、退職するとなんか、スラックのアイコンが白黒になるらしくって、なんか、PP さんの顔白黒になってましたよって言われて、なんとも言えない気持ちになった。あ、僕のあのほがらかな笑顔白黒になったんだ。これでも A プラか。そう、もう家じゃねえかっていうね。ちょっとだけ会社で話題になってたらしい。白黒になっちゃいましたねっつって。ちょっとあれはあれで面白いっすよねみたいな。